1軍は今シーズン初登板となります西純也ですね。ガッツポーズも話題となりました。あの気持ちが出てましたよね。そうですね、そういう印象ありますね。ここは落ちて空振りの三振です。今日実は練習からベンチに下がる時にも笑顔をずっと見せたんですよね。そうですか。で、本人も昨日話していたのが、緊張というよりも今シーズン初登板、ワクワクした気持ちなんだと。最後は落としてきました。吠えた西純也、ピンチを迎えましたが見事ジャイアンツ打線を無得点に封じています。佐々木朗希、奥川、それからタイガースの及川と、高校時代はビッグ4とも呼ばれました。空振りの三振です。雄たけびを上げた西純也、6回を終わってタイガース1点リードに変わっています。レフトローテで投げてきて、はい、坂本選手もショートのレギュラーとして、ね、出てきてということで、西の当たりはセーフです。ショートの深いところへの打球、内野安打となりました。プロ初ヒット西純也、 H のマークが灯ります。笑顔の西です。いや、清水さん、先ほど第1打席でも清水さんからもうピッチャーのような構えではないというお話がありましたが、プロ初ヒット見事にこの試合で決めました。そうですね、またあのこの走塁もね、はい、スピードありますよね。初球打ち上げました。ライトの佐藤輝明、スライディングしてどうだ、取ったか、取りました。佐藤輝明ファインプレー、守備で見せました佐藤です。ナイスプレーですね。いや、非常にフェンスもあって難しいプレーだと思うんですが、はい、そうですね、まあ諦めないでね、中田背番号10、滑り込みながら掴んだ佐藤輝明、今日は守備でも見せます。開幕から勝ちがない、重苦しい空気を振り払うのは4番のバットしかないのかもしれません。打ちました。佐藤輝明の打球がフェンス直撃、あと少しというところ。佐藤輝明が今一塁蹴ってセカンドに滑り込みました。あと少しでホームランという素晴らしい当たり。いやいや、少しこれも佐藤輝明のスイングというのはどうでしたか。あっと、ギリギリですよね。打球は高く上がる、飛距離も出る、出て入りました。先制のツーランホームラン、今シーズンの第7号、佐藤にとっての、まあ、3試合ぶりのホームランは、またしてもこの菅野からの一発、大きな大きな先制アーチとなりました。まあ、前回、先週の名古屋の試合ではフォアボール、デッドボールともにありませんでした。ランナーはスタート、どうだ、スタート、吉川取れない、吉川取れない、スタートを切っていた近本、一気に三塁に到達しました。ダイレクトかなってね、はい、しましたけどもね。まあでもやっぱあの中田選手ね、あの前のドラゴン戦から入ってるんですよね。あ、そうですね、惜しいですね。近本もスタートを切っていました。まあもう間違いなく取ればもうね、ダブルプレー、いやーもうダブルプレー、シチュエーションが一番いいんじゃないかというふうに感じますけどね、はい、打ちました、センターの前に落ちました。さあこれで佐藤輝明の前にランナーを置きました。2番の中野、先ほどに続いてヒットを放っていきました。いや、佐藤輝明の前にランナーを置きたくないというところでしたが、うまく食らいつきましたね。
ツーランホームラン菅野から放ちました。まず大城はインコース高め、ランナーはスタートして中野がセカンドセーフで、あと送球それている間に近本帰ってきました。さあ今日ヒットがない佐藤、ランナーはスタートしている、滑り込んでセーフになりました。さあランナーがスコアリングポジション進んだ。これでセリーグ現在トップの6つ目の盗塁を決めた去年の盗塁王2年目の中野拓夢です。この場面でスタートを切ってきましたね。今ちょうど足を上げたタイミングとね、スプリットも投げるカウントも見て走ったんだと思うんですよね。なるほど。そして先ほどタイムリーを打ちました高卒3年目の長岡、全試合ショートでスタメン、思い切って振り抜いていきましたが、高く上がる、上がってどうだ、入りました。長岡プロ初めてのホームランが生まれました。前の打席はタイムリー、そしてこの最終9回高卒3年目長岡プロ入り初のホームランで、スワローズ今シーズンの最多得点13点目。もうインコース打ちました、センターの前に落ちました、スワローズ同点。8回の表同点に追いつくタイムリーヒット、東京ドームに傘が踊ります。これも長打コースになる、二塁ランナー三塁を回って帰ってくる、一塁ランナーも三塁を回った、回った、回った、ボールは今ようやく内野に帰ってきたところ、あっという間の5点。これが首位スワローズ打線の強さ、見事シューメーカーの立ち上がりを捉えました。なおかバッターボックスという場面を迎えています。マウンド上は先ほどの回から続投の櫻井、高く上がって打球はジャンプして、ボールは点々としている間にノーアウトランナー3塁2塁。相変わらずこの8番の長岡好調。矢野村さん、このバッター本当に思い切ったバッティングしますね。いやおっしゃる通り、思い切ったバッティングをね、初球からできるんで、自分が気持ちよく振れるっていうことが一番大事なんでね。ここも長打コース三塁線を抜けていきました。今日長岡はツーベースヒット3本。矢野村さん、止まりませんね。そうですね、このバッターが野村さん8番にいるのがスワローズ打線なわけですね。痛烈な、これもセンター返した。三塁ランナー帰ってきて、これで3点目。スタメンで3安打、離脱中の21歳です。これはいい当たりでショートの横抜けた。さあ、オスナが三塁を蹴った。丸はバックホームできない。ヤクルト先制。21歳浜田の先制タイムリーヒット。今日もまず先手はヤクルト。そんな飛距離も持っている中で、非常にこう荒木さん、こうコンパクトといいますか、センター返しスクリューですかね、うまくこうなんですかね、強引に引っ張らずに、はあはあ、しっかり打ち返せたなという打撃ですけどもね。